1979年東京都知事選挙は、1979年4月8日に、執行された東京都知事選挙、第9回統一地方選挙の一環として実施された。3期務めた、社協公民4党支持の見延べ良吉が、高齢を理由に優退。日本社会党委員長で、前横浜市長の飛鳥田和は、元総評議長の太田香るの行政手腕を危惧し、連立維持のために、 元一橋大学学長の鶴重との擁立に動いた。だが、最終的には1967年以来たびたび名の上がっていた大田が、老祖の力に押し切られる形で、見延べの後継者として立候補した。自由民主党総裁の大平正義の周辺には、牛尾電気社長の牛尾二郎を押す動きがあったが、 公明党が大田と同じ1967年に一度は候補になりかけた鈴木俊一を押したことから結局自民党も鈴木推薦で足並みを揃え大田と鈴木の因縁の対決になったその二人に割り込んできたのが無所属で衆議院議員の麻生両方で議員を辞職して短期出馬し下野中のテレビタレント活動による抜群の知名度を利して選挙戦を展開した この他、常連候補では、赤尾里氏が7度目、深作聖二郎と南俊夫が3度目の出馬。1980年から90年代にかけて多くの政治活動を展開していく、同性愛者の統合権が初めての都知事選挑戦となった。13名、届け出順各候補の得票率、投票率は55.16%で、 前回1975年の67.29%を大きく下回った。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。協託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。 バラマキ福祉と揶揄された、美野部長期都政の放漫財政への批判と、有権者の秋が革新離れを呼び、ストケンストに対するサラリーマンの恨みも重なって、大田の人気が盛り上がらなかった。その一方、ロッキード事件等による自民党の近県腐敗体質への批判も強く、白毛けムードの低投票率の中で、政党の基礎票を固めた、自民党、民社党、 公明党などが推薦する鈴木が当選し、1967年から続いていた革新知事から保守知事に交代した。無党派を訴えた麻生は二人の得票数には遠く、及ばず三位止まりとなったが、第三の候補としては90万票を超え入れの検討とされた。落選後、左派の太田は社会党を離党し、麻生は政治家廃業を宣言して再引退した。 その他の候補では、第二法外国党の赤尾が、得票数4位で前々回、前回に続いて、その他の候補の最上位進出を果たした。ありがとうございます。